よし、今日は最高気温33度急ぎます、頑張ります。おはようございます。今日は暑くなりそうなんで急ぎます、やれやれ。フィニッシュですね。昨日水くれたんでやっぱり増えましたね。時間がありません。40分急ぎます、詰め切れません、時間がありません。3できましたね。 M1 です。はい、ポーチューネットの限界まで開きました。もうこれ以上涼しくしようがないですね。暑い、44度。今日は結構湿度がないんで外の日陰とかは結構気持ちがいいですね。久々にワンダフルミネラル500。ちょっとさ、タオルがさ、沼に入っちゃってさ、ピロさん。なんだ、沼っていうのは。あれなんだっけ、椿油かす汁か。あそこに入っちゃってさ、それ気づかずに顔拭いちゃって、バカじゃないの、お前は。ズラじゃねえの。はい、今、現在6時50分ですね。今日も昼寝が2時間ぐらいで、パーって目覚めたら5時で、今日は農作業やっておりませんが、スケジュールを先ほど見ていたスケジュールを作りました。でまずですね、格屋で定食までのタスクを全部書き出しました。2年前の日誌をもとに、はい。そして重要なのはですね、一番何が一番悩ましいかというとですね、これです。 YouTube、 はい、これが今2号とメインと合わせると3時間以上かかっちゃってるんですよね。それを合わせて2時間で終わらせたい、はい、2時間、はい。で今10分程度の動画になってますけど、5分ぐらいの動画になんとかしていきたい。そうすればある程度凝った動画でも2時間以内
合わせて2時間以内か、はい、になるのかなと。でもどうしたらいいか全く分かんないですね。で現状は例えば100コマ動画撮ったとしたら2割捨ててます。はい、そんな状況だから、6割4割捨てたらなんだかもうよく分かんなくなっちゃうと思うんですよね。だからカットするのもちょっと限界があるのかなってところで、あとはもっと集中的な約10時間の農作業の一本動画にしようとしてますんで、そもそもそれが限界があるんですよね。ここが本当にまだ解決してないですね。どうやって2時間で終わらせるか、はい、で10時遅くても11時ぐらいに寝たいんです。ここに書いたんですけど、はい、丸屋根は12時までに作業して、はい、角屋根は2時からするっていうような感じで、はい、起床は4時とかですね、はい、就寝は早ければ10時、11時寝ないと4時に起きれないです。今1時ぐらいなんですよね。うん、だからさ、あと丸屋根の消毒とかはもう午前中に、10時出荷も明日で終わりますんでやるとかいう形になっちゃいますね。で出荷を12時までに終わらせる、はい、どこだこれですね、出荷はもうこれでやっていかないともうダメです。はい、シャタ農園ダメです。で先ほどちょっとこれ見ていただいたのが全部そのカレンダーに、これ栗原資材の、はい、カレンダーですね、はい、栗原資材の書いて、一応当てはめたらですね、この予備日とかもちゃんとしっかり入れて、はい当てはめたらしっくりきたんですよね。この緑のところ枠で囲ってあるところは見づらいですかね、これ消毒中のところですね。ここでちょっと休みが取れるかなっていうところですね。7日から26日ここで休みちょっと取れるかなと、はい、で定食、まあ7日から12日っていうざっくりとした、はい、この辺ですね。ちょうど7日が予備日になってて、まあ、苗が届いて定食するのかなっていうところですね。しっくりきたんでスケジュール引っ張ったら、あ、でもカツカツであることに変わりないですね。予備日が3日ぐらい入ってますけど、はい、何せ午後の4時間5時間ぐらいしかできませんので、角屋根の準備が、一昨年までは一つのハウスしかなかった、まあパイプやってましたけど、まあ一つのハウスに6時間7時間時間を使うことができたんですけど、今できませんので、長くて5時間4時間かな。うん、そして一番ネックになってるのが動画編集というところで、もうトモさんあたりに、多分トモさんやめちまえって言われるかもしれないですけど、せっかくですね1000人超えて、まあ視聴率こそ伸びてないですけど、視聴者数が伸びてますんで、うん、まあ今1日2000再生ぐらいちょこちょこされてます。時間で言ったらちょっと調べてないですけど、なのでちょっと今日はこれやったんでちょっと頭すっきりしてますね。まもなく7時ですんで飯食ってまた動画、ただ今までと同じことを繰り返してるともう終わっちゃいますんで、はい、ビシッと今日は早めに10時11時寝、とりあえず何があっても寝たいと思います。はい、どんな状態であっても動画はアップしたいと思います。はい、ご視聴よろしくお願いします。まあこれを見た頃にはまあそういうことだと思ってください。はい、おかしいなと思ってもこれで、はい、勘弁してください。はい、今後ともご視聴よろしくお願いします。じゃあまた前のおなじみのピヨさんですよ。リメンバーメー、お前もう9時だぞ、お前完全にお前動画編集して俺のことを忘れてたろちょっと今日ねいっぱいいっぱいだった。おお、マジか、本気で忘れてたの。そんなことないよ、分かってたよ。ちゃんと7時とか飯食う前にトヨさんと挨拶動画撮らなきゃなと思ってたんだよ。本当かよ、お前自分のことでいっぱいいっぱいなんじゃねえのか。忙しいっていうのは心をなくすと書くからな。お前、人じゃなくなってるぞ、お前。もう、ニワトリなのかな、ピヨさん。うん。まあ、まあ、とにかく頑張れよ。最初は、俺、あっち向いちゃったな、あっちに。ああ、そっち。じゃ、またな。
はい、こちら2年前の農業日誌ですね。経営日誌、7月。はい、見てください。7月19、18日、ベジフレンド、19日、ふかふか養生菌。これ、シンシンのブロフリオンやった、おととしの7月ですね。ちょっとこっからですね、スケジュールを抜粋抜き取って、8月の上旬定食、どのような準備を進めていくか。はい、急務ですね。ちょっとスケジューリングして、はい。実際8月定食可能なのかってところですね。この年は定食したのは8月の、あ、そうですね。8月の20日定食間になってますんで、あ、2日間でやったのかな ?19、20で。4分の1。はい、そうですね。それよりも、10日ですんで、1週間ぐらい早いと。定食してする時期が。はい、ちょっと、今から、スケジュール作成します。